これ読める人いるかな。これだけ知ってる。これ楽しい。そう、これ楽しいだね。あの怒る？あ、怒る。そう、怒る。喜び？あ、そう。喜び。これなんだろう。悲しみ。悲しい。そう。あ、悲しい。はい。あ、よちじゅうの？そう。なんて言うんでしょう。喜。喜怒哀楽。はい、喜怒哀楽です。みんなの楽しかった思い出、嬉しかったことを一緒にやる人に発表して、それをお芝居に再現し、でまずケンちゃんとどんな風にやればいいのか。あの子は違うクラスから来たの知ってる？知らない？知らない？ちょっと話しかけてみようかな。こんにちは、今日から同じクラスになるのでよろしくね。でお祭りとか好き？あ、うん、明日さ、お祭りがあるんだけど一緒によかったのかな。僕と？うん、うん、え、いい？うん、行こう、一緒に。ねえ、一緒に来てくれるって。じゃあ、行こう。うん、次の日。あ、けんちゃんおはよう。おはよう。超楽しかったよね。超楽しかったね。ごめんなさい、なんてさ、あれやってると思わなかった。ケンちゃんは初日の時は誰とも喋れなくてもじもじしてたけども、話しかけてくれてお祭りに一緒に行って、次の日ももじもじもせず親友みたいなことになったのが嬉しかった。そうですね、はい。再現本当にあったの？本当にあったの？これ本当にあった話です。お、はい、え、じゃあずっともじもじしてたってことですか？もじもじしてくれる。やりたい人と組んで、お話をしてください。3人でいいの？2人でやらない？君も混ぜる。君も混ぜる。じゃあほのちゃんと先生だよ。三浦海岸とか行ったのね、うん、それで最初に芋掘りもしてキャンプした。何が嬉しかった？普段私、うん、キャンプとか行けないの、うんうん、あの友人がいっぱいやりすぎて、多数さ、なんかさ、まださ保育園の友達がいてさ、なんか一緒に学校やってよかったなっていうシーン。じゃあそれ何をきっかけで喧嘩する？普段どんなことで喧嘩するの？でもやっと自分たち悪いなって思って、食べてごめんね、でもちょっとごめんね、ごめんねってなって仲直りした。よーい、スタート。ねえねえ、何する？今夜だよ、どこ行ってたんだ？お母さん、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 どんな話したの教えてください。何が嬉しかったのか教えてください。学校でみんなに聞いてみて、笑顔が、うん、はい、今はやってみてどうだった？嬉しい気持ちになった？なった。じゃあ大成功だね。はい、はい、じゃあこれやってくれる人いるかな。はい、あれ、どっちやるの？私やるよ。私やりたい。え、やりたい、やりたい、やりたい。私やりたい。喧嘩しないよ、喧嘩しない。次の日で、どうしたの？ごめんいいよ。はい、仲直りした話。今どうだった？やってみて。超嬉しい。あれ、ゆらちゃんのいいよです。超嬉しかった。けんちゃんどうしたの？あ、いや、別に何でもない。今日さ、俺ん家泊まりに行こうぜか。え？お菓子食べたりゲームしようぜ。え、楽しそう。マジ、泊まっていいの？うん。マジ、え、行く、いいの？行って。いいよ。本当？え、ありがとう。じゃあ一緒に遊ぼう。翌日。視点が違うんだよね。はいはい、イノシシはどんな話だったっけ？カンジ君、なんかさ、一緒に遊んでてさ、廊下歩いてたよね。覚えてる？覚えてる。その時にさ、はい、なんか違う人がなんか一、うん、人でいたのね。おお。そういう話しかけて一緒に遊ぼうって言って、うん、ねえ、すごく仲良くなった。もともと知ってた友達が多かったって、うん、新しい友達が欲しかったの。あ、ヌシシが。で、その知らなかったことを友達になれたのが嬉しかった。ああ、なるほどね。今どうだった？ヌシシ、やってみて。その気持ちに味わえた？うん。おお、すごい。これを嬉しいって思える人って優しいよね。優しいね。よーい、スタート。え、ここのさ、足伸ばせばいいの？大丈夫かな、この我の発表会。明日だよね。ねえねえ。どうする？ねえねえ。ここ伸ばす？ねえ、何やってんの？あ、
やべえ、このサンタ発表会の話してごめんね。ね、掃除やんないとダメだよ。うるさいな。え、これさ、ここ意味わかんないんだけど。意味わかんないんだけど。え、もういいや。バイバイ。の翌日落っちゃったね、ゆらちゃん。あ、どうしようか。あ、ごめんね、昨日は。ごめんね。あ、いいよ、こっちもごめん。あ、あのさ、今日クレープ食べに行かない？行く。クレープ食べに行こう。行く。行こう。行こう。行こう。え、仲直りの話多いね。掃除してって言ってもなんか無視されるから、で次の日謝られたからいいよって思って、うん、嬉しかった。それ嬉しかった。今の話見てたらゆらちゃん全く悪くないんだよ。でももういいやって言ったのがちょっと強かったのかな。お母さんも悪いなって言ったんだよね。でもゆらちゃんは怒っちゃったのを気にしてたんだって。みこちゃんはうるさいなってセリフ言った時にどんな気持ちになった？自分も悪い気持ちに。なるほどね。みこちゃん悪くないよ。やっぱ人に どんな理由があってもうるさいなって言っちゃいけないんだろうね。ごめんって言ったのみこちゃんだよね。みこちゃんごめんっていうセリフはうるさいっていうセリフどっちが言いやすかった？ごめんの方が言いやすかった。ごめんの方が言いやすかった。あのさ、明日バレエの発表会だったからさ、あのさ、ゴミさ、掃除するなんていつでもできるのにさ、バレエの体育業界とかさ、3ヶ月に1回しかないみたいなことさ、やってんのにさ、なんかもういいよっていう人があるんじゃないの？じゃあ、うるさいって言った方の気持ちもイノシシは分かるってことか。え、ちんちんがさ、ゴミさ、さ、掃除しないだけでさ、そんな大して変わることじゃなくてさ、バレエの発表会に失敗した方が大ごとじゃん。じゃあ、もしイノシシだったら何やってんの、掃除しないよって言って、ダンスの発表会の打ち合わせしてんのって言われたら怒らない。それは大事にしてっていう。他の人は、うん、とやろうっていう、なんかまだ時間が空いてそうな人に掃除しろ。でもさ、なんか他の人は掃除やってんのに、二人は掃除しないのがなんか変だな。ああ、エマちゃんは変だ。やっぱり変だと思う。でもさ、掃除 の時間何もしなかったら、どんどんクラスは汚くなっていくだけだから。発表会があるのね。それなら家とかやってみたかったんだよ。みんなこっちで今度この人たちに聞いて。そうしたら絶対失敗したくないと思ってたら時間かけてやりたいじゃん。この話し合いは大人でもあります。そう、ありがとうございます。スタジオも正しい。はい、ゴミ早く捨てれば、昼休みとかはどんどん増えるから、それでテキパキした方がいい。学校に水が何個あるだから。バレエの話し合いをしたいんだったら先に掃除を終わらしといておけば、そもそも時間がそう喧嘩にならなかったんだから。はい、ちょっとつむむじゃないの？先にやっぱり掃除をやった方がいいかなと思って、今掃除やる時間だから、後にこれをやろうみたいな。当時当番の2人が掃除をしないでバレエの発表会の打ち合わせをしていました。ゆらちゃんが掃除しないよって言ったら、でちょっと今発表会の打ち合わせしてるんだけどって断られちゃいました。ゆらちゃんは嫌な気持ちがしました。じゃあこれそうならないためにどうしたらよかったんだろうね。何か思いつく人いる？先掃除した方がいい。2人か。休み時間にその話すればいいじゃん。もちろんさ、うるさいって言った方がダメだけどさ、それよりもっと大事なさ、さことをさ言うんだったらさ、もうさ、ゴミ捨てなんてどうでもいいんだよ。どうでもよくないよ。だってさ、当番なんだから。だってさ、バレエの発表会さ、3ヶ月1回しかないかもしれない。また次あるじゃない、1年経ったら。でも、キッちゃん、イノシシが偉いのは、イノシシは別にバレエの発表会の準備をしてなくて、人がやってるのを見て、バレエの人を優先させてあげたらいいんじゃないっていうイノシシの意見だから。だけどさ、学校で、じゃあ例えばイノシシがそれを見て分かった、じゃあその当番を代わりに俺がやるよ、今日はこの2人をバレエの発表会の準備に集中させてあげてって言ったら、それは OK。 あ、それならいい。分かった。イノシシが、あ、バレエのこと大事にしなって思うんだったら俺が今日やるよって言ったらヒーローだって。ヒーローではないけど、なんか優しい、優しいです。イノシシが代わりに当番やるじゃない、
そしたらやってくれた2人がじゃあ今度私たちがあの時ありがとうってやってくれたらそれはいい、うん、それならいいね。そしたらゴミもちゃんと捨てられるし掃除当番を交代しただけっていうことになるってことだね、うん、掃除はまたいつでもできるから、うん、バレーの時に対してはじゃあその時その喧嘩を見てたらどうする？ケンさんは大体の人は止めるでしょ。止める、うん、止めてどうする？止めて、うん、お化けを話してもらって、うん、それで解決で、バレーが大事なんだっていうのが分かったらどうしてあげるの？ゆらちゃんに一人でやらせるの？二、うん、人はバレーのクラスにさ、生徒が3人だけっていうのもおかしすぎない？そうだね、もっといると思うよ。なんかさ、暇そうな人に一緒にやんねって言えばいいのに、うん、用事がありそうな人に頼むもん、わけがおかしいんだよ、うんうん、だからイノシシとチェーンソーマンで俺たちが今日やってあげようかって言えば全部解決するってことだね、うん、ね、うん、そうやってあげる。そういうことがあったら今度、うん、だいたいさ、うん、今の時代は掃除機もあるんだよじゃあ最後に解決策のイノシシとチェーンソーマンが変わってあげる、で変わってもらった人が最後に今度は私たちがやるねって、お返しをするっていうところまでお芝居にして今日は終わろうと思います。スタート。何がいっちゃん楽しかった？演劇。演劇。